はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。救済系実況者龍です。さあ本日なんですが、皆さんセレクションボックスも行きましたか？ボルカニッククイーンっていうこのモンスター、ガチで誰も使ってねえガチで誰一人使ってねえということで、今日はこのモンスターをまた再び作っていきたい、と思っております。ボルカニッククイーンっていうモンスターね、書いてることはめっちゃ強いのよ。だけど誰も使ってない、このカードは通常召喚できない、ラバーゴーレムみたいな効果ですね、特殊召喚、このカードを特殊召喚するとは自分は通常召喚できないということで、相手フィード上のモンスターいったらリリースすると手札から、相手フィード上に特殊召喚できるよっていう効果で、一旦に一度このカード以外の、自分のフィード上のカードを一番墓地を送ると相手ライフに500ダメージ、さらにエンドフェイズ時にこのカード以外の自分のフィード上のモンスターいったらリリースするか500ダメージを受けるよっていう効果ですね。まあ、要は、まあ、ちっちゃいラバゴみたいな、モンスターなんですけども、これをね今日はねなんとか活用していきたいと思って、でこの間ゴミワンキルデッキ1分でデュエル終了するっていうなんかクソみたいなワンキルデッキ作ったんですけども、あれは実用的ではない、はっきり言ってネタデッキだからあれは。で今日はちゃんと戦えるボルカニッククイーンを救ったデッキ、そこそこ相性いいなと思ってるのはこのデッキなんですよ、デモンズレゾナンス。これなんでかっていうと、レゾナンスデッキって召喚系も使わないで特殊召喚をめちゃくちゃいっぱいしてモンスターを展開できるじゃないですか。だからボルカニッククイーンのこの通常召喚できないっていう制約があってもいけるんですよ。ぶっちゃけここ月の書でいいみたいなコメントを打ってくるやついたらマジでブロックするけど、普通にシンプルにブロックしてこの世の果てまでね送りつけてやるけど、この効果はだんだん怪獣だからやってることは強いんだよね結構。だから例えばなんかその対象に取れないようなモンスター、ムーンライトのサーベルダンサーとか、あとキャバルリーとか、なんかそういうさ、なんかめんどくせえもんさ、いいんじゃん。あと先行制圧してくるようなフォトロンストリカーバウンサーとか、あとSC とかハーピーのああいうモンスターとかも全部除去できるんですよ、このモンスターで。まあ月の書みたいな感じだけど、実質使い方は結構強いということですね。だから、今日はこのボルカニッククイーンとデモンズレゾナンスを組み合わせてボルカニッククイーンを救っていきたいという感じです。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ、みんなセレクションボックス向こうだ。さあお相手の方、オベリスクさんで、オベリスクさんとボルカニッククイーンさん集合したわ。割といいヘッドがあるけどね。ブレイズマン、ブレイズマンの効果、はいはい、融合、なるほど、融合、融合、覇王城権限、ほう、なるほど、融合、はい、なるほど、融合、はい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 、これあれか、もしかしてキャバルリーが出てくる、これね、キャバルリーとか出てきたら、あ、キャバルリー出てきた、あ、そのギミックね、あ、そう、俺もね、そのギミックのデッキ使ってたわ。見せてみろ、お尻のクイーン、はい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 、まあ、ボルカニッククイーンで分からせよ、コールビゾレーターよしよしよし、これはこうしてコールリゾネーターを発動、コールリゾネーターの効果によってクリムゾンのリゾネーターを手札に加えていく。そしたらスキル発動、荒ぶるぞ俺様の魂が。ちなみにこれは月の書とかではキャバルリーは突破できないんですよ、基本的に。これ対象に取る子が無効にしてくるから、なんですけど、なんとこれで最強モンスターで除去すればいけるっていうところを見せます。いきます、クリムゾンリゾレーターを召喚、そして風雷王ワイルドワインドを特殊召喚、これあげちゃう、これ君にあげちゃうこれ君にあげちゃう、どうこれこれあげちゃうよ強いでしょ。そしてレベル4の風雷王ワイルドワインドにレベル2のクリムゾンリゾレーターをチューニング、赤き竜がどうのこうの、レッドライジングドラゴン、レッドライジングドラゴンのモンスター効果発動、クリムゾンリゾネーターを特殊召喚、そしてクリムゾンリゾネーターの効果発動、シンクロモンスターが場に存在する場合、デッキもしくは手札から、リゾネーターモンスター一体を特殊召喚できる、現れのレッドリゾネーター、そしてレベル6のレッドライジングドラゴンに、あ、その前に回復2500回復、おいおいちょっとだけ回復増える、そしてレベル6のレッドライジングドラゴンにレベル2の、レッドリゾネーターをチューニング、クリムゾンか、現れろインフェルニティデスドラゴン、そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、
インフェンディーデストラゴンのゴーガスを手札が0枚の場合、お前のモンスターを破壊し、まあ、かっこお前俺が上げたモンスターを破壊し1250のバーン。そしてレベル8のインフェンディーデストラゴンにレベル2のレッドリゾネーターを中連携現れろ。エンバリューレッドデーモンベリアル強すぎるなんて強いんだなんて強いんだこのデッキバトルレッドデーモンベリアルの攻撃グレートサミットブレイカーこれこのワッキル美しすぎてこれ全員これいったの今消えることはない。さあお相手の方にゃーんとゆうまくんオノマトランツですかね。ちょっとバック除去ないのはきついか。ちょっと月のショットかね、デモンチェンとか最近すげえバ入ってんだよね、オノマトランツ。それがねめちゃくちゃ辛いっていうのはある正直、まあ、ボルカニッククイーンはちょっと強いけど、まあなんだっけ、バウンサー、フォトンソニックバウンサーとかは処理できるから、まあ月の書でいいんだけどねぶっちゃけ月の書でいいんだけどね正直。さあシスターと、ピアね、はい、オーケー。ここで66か、なるほど。番長じゃないのって珍しい。はい、でフォトンストリークバウンサー、あーはい、セット、なるほど、惜しみなく行くぞ。なるほど、謎展開だな。で、ああいいね、それはいいね、それは強いね。これってワンキル取れんのか、サイクロン発動。モンスターが多いから無理か、モンスターが多い。インフェルディデストラゴンでぶち壊してワンキルするパターンが結構多いんですけど、あいけんのか。2100800600800600200100、あちょっと足りねえな多分な。ワイルドワインドでしょ、ちょっと足りないのめんどくせえな。これ持ってくる。で、クリムゾン、出すよ。クリムゾン出すよ。やっぱり、ね、インフェンディディデストラゴン出せるハンドじゃないとちょっときつらいですね、これね。まあ、だったら月の外みたいな話だけど。これあげちゃう。これあげちゃう。これ君にあげちゃう。ほい。フォトンスリングバウンサーちょっと効果無効にすぎる効果うっとうしいんでね、一回お土産あげて、お土産あげてからの、レッドライジングドラゴン、レッドライジング召喚、レッドライジングの効果発動、レッグリムゾンリゾネーターを特殊召喚、そしてクリムゾンリゾネーターの効果発動、クリムゾンリゾネーターの効果にするレッドリゾネーターを特殊召喚、そしてレッドリゾネーターの効果発動、レッドリゾネーターの効果にして2500のライフを回復していく。そしてだからこれは楕円でいい、これは楕円でいい、楕円効果、楕円効果使ってワンキル取れないもんだもんな。楕円でしょって3500当たるか、3500与えとったらワンあるな。ダークエンドドラゴンの効果と、ダークエンドドラゴンの効果によってボルカニッククイーンを墓地に送る。まあ俺が開けたモンスターだけどまあ俺様が開けたモンスターだけど、まあこれマジで月の書でいいっす。これこの使い方するんだったらガチで月の書でいい。いけレッドデーモンベリアル、かっこいいんでセーフ。いけレッドデーモンベリアル、グレートサミットブレイカー。そしてベリアルの効果によって、てかこれあれだったらレッドリゾネーターこれよかったら特殊召喚するの。ちょミスったわ。これこの3500回復した方がいいじゃん。1000増えるから7000増えるじゃん。まあいいや。さあお前の展開はどういう展開をしてくれるんだい。まあ多分おそらくまあオノマトランスをして、展開してくるんでしょうけど、ただです6500はね多分削れないと思う。さすがに6500を削る手段は多分ないと思う。ガガガボルトはいい。ボルト戻して多分ねこれヘッドでしょ。でヘッドで、シスターと、まあ、ピア特殊して、で、トレミスでバウンスしてぶん殴りぶん殴りしかないんじゃない多分やるとしても。多分ね多分大丈夫。これ壁3個生成してるからこれ多分ねワンキルはされない。はい、でヘッド効果いいです。ヘッド効果いい。ヘッド効果でシスターとピアを特殊召喚で、これの効果を使った後はもうそれを素材にした特殊召喚以外はできない。シスター効果でピアですね。あそっち、なるほど、はいはい。
そっち。これでもなんかヘッドは残しておいた方が、あでもワンドロー入るのか一応。セイクトレミス、はい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 。でトレミスワンドローね、なるほどね。でこれでトレミス効果でまあベリアルを戻す、バウンス。いやでもねこれさすがに1キル取れないでしょ。こっからライトニングボルテックスみたいなことされても多分大丈夫だな。多分ねライフ回復がでかい。よし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 、できた。よし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 、生き残った生き残った生き残ったらでかい。生き残ったら分からせるパターン、生き残っちゃったら分からせちゃうパターン。そしてスキル発動を、あじゃなくてワイドワイドの効果発動、クリムゾンリゾネーターを手札に加えていく。そしてスキル発動デモンズレゾナンス、お前のライフは残り500らしいな、負けたぶれ。レッドリゾネーターをデッキに戻し、ワイワイちゃんを持ってくる。さあこれでまた召喚権を使わずに展開が可能。なんてぶっ壊れスキルなんだ。クルムゾンリゾネーターを特殊召喚、そしてワイルドワインドを特殊召喚、そしてレベル4のワイルドワインドにレベル2の、クルムゾンリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚。赤き竜よ、エマを呼び起こす道を照らし出せ。シンクロ召喚、レッドライジングドラゴン。レッドライジングドラゴンの効果発動、クルムゾンリゾネーターをお持ちから特殊召喚、そしてクルムゾンリゾネーターのモンスター効果。シンクロモンスターが存在する場合、このモンスターはデッキカーテクだから、なんかいっぱいなんかかっこいいモンスターを出せる。レッドリゾネーター特殊召喚、レッドリゾネーター特殊召喚成功時効果発動、フィールド上のモンスター1体を対象に取り、そのモンスターの攻撃の分のライフポイントを回復する。2700回復、さらにレベル6のレッドライジングドラゴンにレベル2のクルムゾンリゾネーターをチューニング。満足、一本満足、はい、満足、一本満足、はい、満足、一本満足、はい、満足。インフェルティデスドラゴン大活躍、ありがとうキリュウ。さあおわいひろだオブライエン、なるほどオブライエンさんですね、よろしくお願いします。あなんだてめえそのゲロ甘えた展開は、ぶち転がしてくれる。あーでもボルガニクイーン腐ったな。あとリゾネーター来すぎだな、リゾネーター無限に来すぎもんだはずだな。まあ いやコールリゾネーター効果、コールリゾネーターそんなにコールしなくてもいいけどね、さすがに迷惑じゃねっていうぐらいコールするけど、そんなに電話かけなくてもいいよっていう、これ嫌われるタイプですね、これあのしつこすぎて。これも作動したで、コールリゾネーター効果発動、クリムゾンリゾネーターこれでデッキを圧縮していこう、そしてスキルを発動、どんだけコールするっていう、ね、そしてクリムゾンリゾネーターを、クリムゾンレッド、クリムゾンでいいか、クリムゾンリゾネーターを、ね、デッキに戻して、ワイワイちゃんも持ってくるぜ。さあワイワイしていこう、クリムゾンリゾネーターを特殊召喚、はっ、あ、なんもね、ワイルドワインド、グラフか分断か波紋か、ちょっと怖えな。ちょっと怖えな、あれあれ怖えな、逆に効果値もねえのか、怖えな、あれなんだあれ、レッドライジングドラゴン、レッドライジングドラゴン、そんなのでも買わんけ、行くしかないよ、もうこれ行くしかないでしょ、これ行くしかないよ。クリムゾンリゾネーター効果発動、レッドリゾネーターを特殊召喚、そしてレッドリゾネーターのモンスター効果発動、レッドリゾネーターの効果によってレッドライジングドラゴンのライフポイントを回復していく。そしてレベル6の、レッドライジングドラゴンにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚、ダークエンドドラゴン誰やねん。そしてクリムゾンリゾネーターを召喚、モンスターを通常召喚、バトル、バトル、うおー貴様に無駄だ、ゲーゲー